実際に今日については犠牲弾といって偽物の弾を撃つんですけれども、まあちょっと正面に向けて撃ちますんで、正面の方は開けてください。はい、じゃあ最初ですね、最初、彼がまずこの高倍率カメラの方を動かしていきたいと思います。見ての通りですね、約まあ大体180度ぐらいの範囲ですかね、を見ることができます。じゃあ次に、今彼が動かしているカメラとこの20ミリガンを実際に連動させたいと思います。これで、カメラが向いている方向と、ガンが今連動してますんで、そこに対して射撃ができるというふうになってます。じゃあ、マントリちょっと上げて、ちょっと上げて。こんな感じでですね、撃つことができます。はい、じゃあ次にですね、今のは、カメラとガンを連動させました。次にするのは、ヘルメット、彼がかぶっているヘルメットについている、まあ、ちょっとちっちゃいですね、これ照準器がついているんですけども、この照準器とガンを連動させます。これについては例えばカメラで見るとちょっと探すとちょっと時間がかかるんで、パイロットが見た方向に対してすぐに射撃ができるように、この照準器と20ミリガンを連動させます。操縦士が向いている方向とガンが連動してますよね。じゃあ正面向いて、お待たせ。こんな感じで操縦士が向いている方向を、すぐ撃つことができます。